もう壊れちゃってるね完全に。あ、やばいやばい。あ、人が、あれ、これ俺の村にいるやつじゃないの？ペッパーくんじゃないの？違う、胸になってるけど、これもしかして幽霊？こんにちは。すごい近いですけれど、あ、顔があの引きこもりに似てる。こんにちは。無念だ、あまりに無念だ。この無念さを伝えられないのがまた無念だ。顔近いんですけれど、そんなに近く なくても声聞こえますよ。大丈夫ですよ。あ、洞窟もあるね、あそこ。うん。おお、ひょっとして君には私の姿が見えるのかい？めっちゃ見えますよ。足もちゃんとついてるしね。幽霊じゃないよね、さすがに。私はこの地を守るべく、竜王軍と最後まで戦ったメルキドの兵士だったんだ。最後までを誇張してるんですね。もしかしてケッパー君の先祖様とかそういうこと？町を守る石の守りを思いついた矢先に魔物にやられてね。それが無念で仕方ない。そうだ、私のことが見える君に石の守りの使い方を教えよう。何それ。まずはこの石垣とトゲ罠で私の足元にある石の守りを完成させてくれ。石垣を3個手に入れた。ありがとうございます。トゲ縄2個手に入れた。はあ、どういうことだろう。ああ、すげえ、めっちゃあるんだけど。あ、これで防衛するってことね。踏むとなんか痛いみたいな、そういうことか。じゃあちょっと持ち物から、これ便利だね、ここから出せるの。石垣を取り出す、あ、取り出すな、入れ替えるで、液体と入れ替えて、でトゲ縄も入れ替えると。 OK で、これをやればいいかな。うん、ではめて、よいしょ、はめるの大好き。で、はめて、で、はめる。OK、完璧。トゲ縄を2個、よいしょ。で、1個置く前に、こっちでちょっと先に洞窟から。宝箱とかあるとかで、洞窟ってさ、今まで結構広い洞窟なくて、すぐね、奥まであるやつが多かったんだよね。で、結構宝箱とかあったりとか、なかったね。結構宝箱率高かったんだけどね。ここにはないのか。これ色違うけど、ちょっとなんか違うとかそういうのある。ちょっと一応回収してみる。よいしょ。あ、同じか。OK です。ちょっと縄作りに行こうか。なんか今のところ銀とかね、鋼とかないのかな？鉄装備とか。鉄装備ちょっと欲しいんだよね。ちょっと銅の装備だとさすがにね、心もとないというか、新たな冒険をしていくにはね、やっぱね、鉄の装備が欲しいんですけれど、最後1個いきます。お化けコース、あんま間違えちゃってた、お化けコースのせいでやつは。これさ、お化けコースすごいしつこいんだよね。逃げても逃げても来るんで、よいしょ。結構強いっていう。村の中に入ってくる。なかなかいやらしいモンスターではありますけれど。さあ、ラスト1個いきます。ここに、よいしょ、来た。あ、何、モンスターを倒すだって。防衛戦始まるの。壁の後ろに隠れるんだ。だってさあ、あの3匹の魔物を誘い出し、私の隣に来てみたまえ。はあ、あ、いるね、ブラウニーたちが。ん、めっちゃいるよ。全部壊して、あ、ダメージ受けてる。ググググ、壊せない。あ、壊せないって、しかもめっちゃダメージ受けてるし。あ、これいいね。これを作っとけば、あ、モンスターたちも逃げ出すと。おーい、こっちだとこっち。さあ、来い、さあ、来い。あ、自動的に倒れてくれるんだね。あ、その開始の一撃も、あ、壊せないんだ。すげえ。めっちゃ優秀やん。これを家の周りに作っとけば、モンスターが来ても、戦うことなく勝手にやられてくれるってことか。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいアイテム作りましたね。これは素晴らしくうまくいったな。どうだい？魔物が硬い壁に引っかかっているうちに、トゲ縄でダメージを与えて倒すっていう仕掛けさ。これさ、作り方によってはいろいろあるんだろうね。迷路みたいにして、でモンスターがそこを通らなきゃいけないようにすれば、めっちゃダメージ受けてすぐ倒せるんじゃない？ん？私の後ろにあるお城は誰の城だって。はい、ここ何なんですか？この建物はお城というより人々が魔物から身を守るシェルターだったんだ。あー、シェルターなのにボロボロになっちゃってるね。メルキドを破壊された人々は最後の砦として、なんとかこの城塞を作り、中に閉じこもって魔物たちの攻撃から逃れようとしたんだ。だけどやがてこのシェルターの中にもとある魔物が現れた。とある、うん、おっと、すまない、随分陰気臭い話をしてしまったね。あ、全然続けていいんですけど。もし石の守りの設計図がまだないなら、城にいるロロニア様に聞いてみてくれ。ロロニア様、ありがとう、死人の私に付き合ってくれて。嬉しかったよ。これで成仏できるね。あ、行っちゃった。スーッと行けなくなっちゃったね。その人も成仏してなくてちゃんといるのかな。これでいなかったらどうすんだろう。作り方を知らないままねえ、なっちゃうけど。これちょっと、よいしょ。あ、空中に置くことはできない。壁自体じゃなきゃいけないんだな。で、ちょっと壊せねえかな。ほ、あ、壊せる壊せる。これ欲しいな。このエンブレムみたいかっこいいよね。俺の街に飾りたい、これ。ほ、よし、オッケー。大きな壁飾りだって。いいぞ。このランプみたいなのも俺まだ持ってないんじゃない。よいしょ。松明みたいなの持ってるけどね。よいしょ。壁掛けランプだって、おしゃれ。ちょっとね、せっかくだからね、もう誰も使ってないんだしね、やっぱ物はね、使われてこそだからね。この、俺、何この紫色の。
お、やった、城の床だって。これも欲しい。全部回収していこうぜ。この上のさ、なんかシャンデリーみたいなの、これも欲しい。わーいわーい、城のものは全て俺のものだぞ。よいしょ。お、壁食材だって。これもいいね。これ家に欲しいわ。ここら辺のもの全て回収しとこう。バレる前に全部回収してから王様のところにね、何気なく、あ、扉も欲しい。この扉にね、あ、便利なんだよね。よし、ナイス。で、壺もある。壺も欲しい。壺も樽も欲しい。壊し屋なんだけど、完全に。いいぞいいぞ。これ石のやつかな。なんかちょっと高級速だね。オッケーオッケー。全部回収、樽も回収して、白のものは全て回収します。なんかすごいいい色の、この模様何？これちょっと高級だね。カーペットに使えるんじゃない？いいね。壁、柄絨毯だって。わぁ、四角いマスの絨毯だ。これも回収。絨毯、いいね、いいね。この柱は？この柱も欲しい。やった、城の柱も手に入れたよ。椅子もある。あ、こんにちは。ちょっと失礼しますね。やったぜ。ここら辺の部分全部回収しとこうぜ。いいぞ、いいぞ。まあね、物は使われてこそだからね。これでね、放置しとくのはもったいないし。いいね、いいね。これ柱欲しいな、柱たくさん。いいじゃない、いいじゃない。城の物は全て回収していきます。あ、本もあるよ。あ、読む前に取っちゃった。まあ、いいか、仕方ない。よし。あ、待って、これは読もう。何？古い紙に何か書いてある。うん。今日もまた人がいなくなった。どうしてだろう？この城塞の中には、魔物はいないはずなの。魔物に襲われたわけじゃないってこと？実は今日の夜、大人たちから呼び出しを受けた。一体僕に何の用があるんだろう。かなり昔に書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。なんだろうね。人間たちの争いで壊れてしまったとか、そういうことなのかな。椅子だ。やったぞ。木の椅子もゲット。ちょっとね、書物とかは全部読みたいんで。あ、あの旗みたいなのめっちゃ欲しい。これこれこれ。これ回収できねえの？よいしょ。よいしょ。できねえかな。ここから。お、やった！やった！大きな、タペストリだ。タペストリ。タペストリゲットしたよ。これもね、家に飾りたいよね。俺の部屋はやっぱさ、こういうさ、高級感あふれる部屋にしたいんで。全部取ろうぜ。保証券ないです。ベッドがある。このベッド欲しい。ちょ、わらで寝てらんないよ、こんなの。キングベッドだって。あ、すごい、ポケション。これ、ピリちゃんのさ、部屋に置こうぜ。すごいな、装飾品がたくさんあるよ。宝の宝庫じゃないか、ここ。やったぜ。誰かに荒らされる前に俺が回収しとこうぜ。ね、これ大事なものはね、ちゃんと保存しとかないと。いいぞ、いいぞ。木の柵もいいね。これ欲しい。これさ、周りにやっていけばね、街っぽくなるからね。これ全部回収したい。これ屋根も回収できるのかな。屋根欲しいな。屋根あったらさ、ね、ピリンちゃんの部屋も上から覗かなくて済むしね。いいと思う。屋根という概念もちゃんとあるんだね。で、よいしょ。取れるかな。お、なんとも虚しいって言ってるけど、どうしたんだろうね。俺たち、待って、斜め板だって。これで回収するわけか。結構これ取ると大変だぞ。全部回収して、全部回収する。知るって言ってた。よし、あらかた OK かな。これだけ回収すればいいでしょう。よし。なんか手紙がもう一通あったんで、これも読んでみようか。よいしょ。古い紙に何か書いてある。ガンダルとかいう暴言家から書いていた本を取り上げてやった。あいつが書く文字は俺たちでは読めなかったが、あの男、俺たちの悪口を書いていたに決まっている。こんなことならあの男、逃がすんじゃなかった。ガンダルさん、ここに来てたんだ。かなり昔に書かれている。なるほど、ちょっと回収しとこうか、全部。で、こんにちは。あなた空中に浮いてますけど大丈夫ですか？なんで空中に浮いてるんでしょうね。まあいいや、こんにちは。ちょっと待って、話せない。よいしょ。ほう？そなた、わしのことが見えるのか？そなたは普通の人間とは少し違うようだな。こいつはうちにいる、あいつの目が違うバージョンじゃないの。髪型全く一緒だけど。我が輩はかつてのメルキドの長女、ロロニア。俗に言う亡霊というやつだ。わーははは。顔とキャラが合ってねえんだけど。うん。テヘペロ。うん。ふむ、そなたは、自らをあのメルキド力に書かれたビルダーだと申すか？そうなんです。そう呼ばれてるんですよ。自分では自覚ないんですけど。してビルダーよ。この滅びた城塞に何の用だ？ここには人間が自らで自らを滅ぼした嘆きと悲しみがあるだけだ。俺が滅ぼしたってこと？そういうことはないよね。多分、人間同士の醜い争いのせいでこういう荒廃した感じになっちゃったんだろうね。うん。モンスター関係なかったと。ほう、石の守りについて調べたいと。そなた何故に町を作る？そなたは何故に物を作るんだ？それがゲームの趣旨だからです。うん。アビブ。少し我が輩に付き合ってくれ。そなたに見せたいもの。なんすか？この城塞の屋上で待っている。土や石で、足場を作り登ってくる。連れてってよ、そこまで。ちょっとめんどくさいなぁ。もう、なんでわざわざ屋上に行かなきゃいけないんですかね。あ、いい素材がここにもたくさんあるじゃん。この屋根も回収していきたいな。屋上でしたけど、はしごもあるよ。あそこにいるね。すごい隠れたところで。今のうちにちょっと取っとこう。大事だよ、これ。取る作業は全部大事だからね。この屋根ってなかなかね、今クラフトできないからね。ここでしか回収できないっぽいから。ちょっと回収しとかないと。
場所、あ、なんかあるね、ここ。あ、宝箱あるじゃん。ラッキー。開きます。ん？あ、キベラの翼？あ、全然いらなかった。まあ、モンスターが置いとくぐらいだからね、大したもん入ってないんでしょう。ってことは、なんか支柱のところに全部あるんだよね、こっち側とか。こっち側は？あ、なんもないか、もう回収されちゃった後と。あ、まあ、すべて、ここ怖っ！落ちたらやばいね。こっち側は？全部行っとこうぜ。あ、ここ通れないのかな？取れなかったら壊せばいいんだよな。道を作ればいい、ね、道がなかったら道を作ればいい、ね、それがビルダンス。いいぞ。うわ、よいしょ。で、こっち側、はしごない。あ、あそこしかなかったのか。しかもこっち側からじゃあっち行けないしね。めんどくさいな。よし。お待たせしました。あ、ドクロマークのやつ。これ開かないんだよね。これどうすれば開くんですか？よくぞここまで来た、若きビルダーよ。この屋上からの景色をその他に見せたかったのだ。景色？山しかないよ。あんま綺麗じゃないよ。見るがよい、この空を。空？どこまでも続く黒き雲に覆われた世界。そうだね。ちょっと晴れの姿を見たいよね。かつては、この世界に素晴らしく美しかった。人々は、美しい大地に美しい街を作り生きていた。顔埋まってますよ。大丈夫ですか？しかし、今やその全ては破壊され、人々は滅びを待つ無力な存在になってしまった。アビブよ、そなたがビルダーであるなら、空の闇を晴らし、美しい世界を復活させておくれ。なんでみんな俺に頼むの？自分らで行動しろよ。お前が使命や役割になるものを急に押し付けられて戸惑う気持ちわかる。そうでしょ、わかるでしょ。だったらちょっとさ、ねえ、遠慮してよ。だがな、目の前の友が困っていたら、お前にそれを助ける力があったらどうだ。何いきなり友達ずらしてんの。初めて会ったくせに、慣れ慣れしいな、こいつ。世界の復活や救済など考えずともよい。ただ、自分の目の前のものを救うのだ。お前は、ただそれを積み上げればよい。そう、そなたが積み上げるブロックのように。誰がうまいことを言えと。何うまいこと言った気でいるんだよ、この野郎。もうやなんだけど、いろいろ頼まれすぎだって、ちょっと俺。少しは休ませてよ。すまん、我ながらうまいことを言った気になってしまった。恥ずかしがあるなら最初から言わないで。こっちまでなんか気まずくなるわ。さあ、アビブ、この宝箱を開けるのだ。ここに、お前の求めるものがあるである。なんだろう、全クリケンかな。さらばだ、若きビルダーよ。そなたが作る新しい世界の誕生を待ってる。え、でも開け方がわかんないんだけど、どうやって開ければいいの？ああ、開いた。開ける？これでいいの？そんなのでしょ。おー、なんだろうこれ、設計図かな。初めて石の守りの記録を手に入れた。だって、お、これで作れるようになると。なるほどね。そっか、最初から渡してくれよって話だけど。はしごやったぜ。はしごも回収しておかないとね。オッケー。なるほど。じゃあどうしよう、屋根全部回収してもいいんだけど、またどうせ来るだろうしね。うん、また何かの印に来るだろうし、まあ屋根のレシピがねできたらね、こんなわざわざ回収する必要もないんで、ちょっと回収してからキメラの翼で帰ろうかね。よいしょ。あれ使えない。じゃあ使いまーすよ。キメラの翼を使って拠点に帰ります。はい、帰ります。さらば我が城。よいしょ。いいね。城を作るとき、ここの石垣とか全部破壊して新しい城を作ろうかね。よし、ただいまー、戻ってきたよ。さあ、石の拠点、あ、石の拠点のあれ持ってくればよかった、材料。まあでもどうせクラフトできるようになるからいいだよね。よし、はい、持ってきましたよ、設計図。うわ、アビブ、石の守りの手がかりを掴んできたのかな。はい、頑張りました。どれ、我が輩に見せてくれ。お、石の守りの記録、はい、お願いします。うむ、素晴らしいぞ。むむ、ところでアビブ、はい、お主どことなく顔つきが変わりはせんか。どうだろうね、ほんの少しだけたくましくなったというか、何かが吹っ切れた感じがするというか、顔グラは変わってないんじゃない。それでいちいち帰ってたらね、容量食っちゃうし。顔が近いって埋もれてんだけど、どうなってんのこれ。うん、いいや、気のせいだな。お主の間抜けた顔は以前と変わらんわ。ここでもディスられるんだね、こんなに頑張って。とにかくご苦労だったな、アビブ。石の守りの手がかりは共に解読しておこう。はーい、そこは解読してくれないんだね。あの、じゃあまず今のところレシピはできないって感じなのか。よし、じゃあちょっと時間もいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。多分次話しかけたらね、その石の守りのレシピを、ひらめいてくれると思うんで、そちらで、防衛専用のね、守りを作っていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。よし、じゃあせっかく小麦手に入れたんで、パン作ってみましょうか。多分ここだよね。あれできない、ここじゃないのか、クラフトなのかな。目玉焼きとか作ってみる。なんかさ、この目玉焼きの作ったら、それに派生するレシピとかできるんじゃない。ハムエッグとかさ、エッグベネフィクトみたいな作れるかもしれない。ちょっと作ってみようか。モンスターの卵1個使います。さあ、どうでしょう、目玉焼き。これも
結構ね、回復するからいいんじゃないか。あと、森のサラダ。解毒作用もあるんだよね。これいいと思う。あ、じゃあ、HP10 回復で、満腹度が1個上がるのか。これいいね。よし、作っときます。ただね、個数が限られてるからね、これたくさん作るっていうのもあれだけど、サラダ作ってなんかね、オードブルセットみたいなのもできないか。食器作ればなんかできんじゃない？食器作ればなんか食器を使ったレシピみたいな。粘土と石炭。お！三つ作れるんだ。サラダプレートだって。野菜をたっぷりな、サラダのプレート食べられないだって。食べられないんかい。あ、家具になるわけね。食事を粗末に扱わないでください。お願いします。食べられるものから食べられないものを作るってどういうこと？よしよし、アビブよ。なにその、こう、なだめるような喋り方は。お主が持ってきてくれた石の守りの手がかりを共に解読しようと。そうだよね。それ作んなきゃせっかくだから。この手がかりを見るに、石の守りには、石垣と、トゲ縄がいるようだ。石垣はいくつか持ってたね。トゲ縄はちょっと持ってないけど。石の守りの設計図は我が輩がひねり出してみる。どこから？肛門あたりから。お主は石垣とトゲ縄の作り方を考えてくれ。作り方を思いついたら設計図通りの石の守りを早速この町に設置するのだ。場所はそうだな。魔物がいつも攻めてくる町の西の方が良いだろう。あ、こっちって西なんだ。なるほどね。西枕だったんだ。あん、ふん、ふん、ふん！どうしたの？なんか卑猥なことしてるように聞こえるからやめて。うん。お、ぬーん、ぬーん、ぬーん！完全にあれじゃないか。大丈夫なんですかね。ドリア、セリア、フンヌ、フン。そこでなんか叩かない。何してんの、ちょっと。かまどの前で。俺早速設計図を渡すぞ。アビブ、あとはよろしく頼む。設計図って鉛筆で紙に書くものじゃないの？なんか叩いたりしてたけど。大丈夫かな？石の守りを手に入れた。あ、できた。設計図を作れるってことはもうすでに物を作る力はね、備わってるような気もするけど。石垣、砕いた石材をきれいに組んだブロック。石垣の中央部に向いている。ほう。え？石垣積みの壁だって。あ、これ便利なんだよね。一気にダーンってできるの。で、トゲ縄。あ、鋭いトゲが生えた床。上を通るとダメージを与える。これさ、空を飛んでる敵には効かないんだよ、多分。キメラのさ、キメラ系とか。鳥系には効かないんだろうね。鳥系には鳥系の罠とかあるのかな。ちょっとパンを作りたいね、パンを。薬草、薬草も作っとこうか。ね、すごい薬草とか作りそうだし。作ります。薬草1個作った。そうでもなかったね。かがり火。かがり火はいいか。なんか新しいもの作っといた方がいいかな。新しいレシピはひらめくかもしれないからね。とりあえず作っとこうか。木材超使うんだけど。じゃあ石の階段作っとこう、一応。で、5個作れると。この階段をうまく使って屋根っぽくしてみたいよね。はしご、はしごも使ってみようか。よいしょ。10個。はしごからなんかすごいはしご、エレベーター式はしごとか作れないの。かがり火も作っておきます。かがり火街の周りに置いときゃさ、明るくなるから敵も出にくくなるとかないのかな。明るさによって敵が出にくくなるとか。ベンチも作りたかったな。木材後で取ってこようか。で、作業台。作業台はもともと持ってるから作る必要ないし。あれ？ないね、パン。こっちか。炉か？炉で焼くのかな。レンガウォールだ。レンガ作っとこう。レンガ作って、置いてやって、燃やして作ると。素晴らしい。で、石垣材料は足らないんだ。銅のインゴットが必要なんだね。今銅たくさんあるから作れる。時縄は？あ、銅のインゴットで作れるんだ。すげえな。銅のインゴットって万能だね。で、まだ作れないね、パン。パンどうすんだ？パン。まあ、なんか必要な道具あるのかもしれないね。せっかくでもう時縄をどんどん作っちゃおうか。ね、銅のインゴットをたくさん作って。銅はね、結構取っといたんで、まだ30個もあるからね。当分は困らないと思います。とりあえず10個作って、時縄、かける10で作ります。これで10個作れるのすげえよな。で、あとは、石垣。石垣も結構消費するんだな。これも10個。これもうちょっと作っといた方がいいかもしれないね。うん。これもうちょっと作っといて。で、設計図を見なきゃいけないから。設計図先に見とけばよかった。オッケー。で、設計図を頼りに作ってみましょうか。では、西の方から、こっち側から来るんだよね。で、こっち側に作ってみましょうか。あー、こんな感じなんだ。どこら辺がいいんだろう。やっぱ街の中というよりも、ちょっと離した場所の方がいいんじゃない？ここら辺？それとも、街から、これぐらいのいいかな？これぐらいでちょっと作ってみようか。これをちょっと、必要な場所が足りない。石か。石が邪魔ない。よいしょ。で、これで、こう置くと。中央ら辺。もうちょっと、こっち？難しいな。ここら辺か。じゃ、ここら辺に作ります。あの石か。くそ！よし。で、これで、今度こそ、こっち側に、で、今度こそここに、よいしょ。できた！で、ここで、トゲ縄を置いていけばいいんでしょ、ここに。あ、え？ここじゃないの？あ、ここじゃない。え、どういうこと？あ、置けた置けた。なるほど。下向いちゃいけないのね。こういう風に、ポン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 。気持ちいいね。いいね、これ。あ、もうなくなっちゃった。じゃ、こういう風にポン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 やって、石垣は2段以上積めばいいのかな？ 3 段は必要ないよね、多分。高い方がなんかいいような気もするけど、とりあえずこれで多分作っていこう。できました。完璧ですね。城塞都市出来上がりましたよ。これでいかなる者の侵入も許さない。アイテム回収もできる。一石二鳥だね。ものすごいスライム倒れてますけど、作ってる間に。
はい、というわけで、設計図をもとにこんな立派な、防壁を作ってみました。もしね、敵が侵入しそうになったらこちらの、ね、扉を開けて、こちらからも対応可能です。はい、聖火ランナーいいぞ。で、ここから覗いて敵がやられるところを見れるといいんじゃないかな。これでね、西の守りは完璧じゃないかなと思います。ロロンドさんの設計図ではまあ1マス程度しか置いていなかったんですけど、私やっぱりビルダーズの端くれとして、クライアントから求められた仕事はやっぱり求められた以上の成果を出さないといけないと思うんですよ。なので私こうやってちょっと頑張って作ってみました。これで防衛戦も完璧なんじゃないかな。ロロンドさん、ロロンドさんどうすか、これ完璧でしょ。うわー、ウェーブよ、石の守りを完成させてくれたのだな。はい、完成させました。お前邪魔だよお前。これで街の防御力が一段と上がった、素晴らしいぞ。ブワーアビブよ、実はな、お主が石の守りを作ってくれている間には結構時間ありましたよ。メルキドログをさらに読み進め、新たな事実を発見したのだ。なんすか今度は。なんでもこのメルキドにはこの地を支配する魔物の親玉なるものがおり、竜王じゃないの、この地方ってことか。その魔王の親玉を倒すことで空の闇を晴らすことができるのだ。あ、じゃあ今はここしかね、晴れてないけど、あ、そいつを倒せば、ここ一面が全部晴れると。それ便利だね。うん。たださえ暗くて編集が大変なので。アビブよ、もう一つ大きな目標ができたな。それ俺がやるんですか。魔物の襲撃から街を守るべく、街の防御力をさらに強化しつつ、魔物の親玉を倒すために、より強力な武器や防具の生成に努めるのだ。でもより強力な武器、防具、俺も作りたいけどさ、これ以上のものがね、素材がないからな。鉄とかあるよね、鉄の鎧作れるんだけど。石の守りの完成は我らの次なる一歩の出発点となるだろう。そうね、こんな立派なやつができたからね。素晴らしい、素晴らしすぎるぞ。ジュワーッ、やったぞ。ほんと俺の労働力すごすぎる。毛皮三つかよ。まあ、寒くなってくるからね、ありがたいことだけど。お、今度ロシ君がやっと依頼が来るんだね。君何あなたのね、コミショな俺に友達を作ってくれみたいな。プレミアムアカウントにしてくれ、ニコニコだみたいな、そんな感じかな。いや、しかしいいね、これアイテムが自動的にね、回収できるのいいね。これさ、ブラウニーの里とかにもさ、作っといて、でさ、放置しときゃさ、自動的にアイテムも回収できるんじゃない。これ便利だね。自分もダメージ受けないからさ、ね、設置しとくだけで勝手にどんどんやられてくれるし、まあさ、スポーンするから自動的に、で、どんどんね、量産されるからね、いいと思います。じゃあロシクの頼み聞いてあげようかね。実質初めてになるのかな。うん。前のクエストはこの、ケッパー君を連れてきてっていう依頼だったんですけれど、依頼される前にもう解決しちゃったんでね。じゃ、今度こそ依頼してあげましょう。はい、なんすか？アイブ、いろいろと物を作って順調そうじゃねえかよ。そうだね、君、何もしてない君よりはね、充実したね、人生を送ってるよ。俺はな、これ以上街をでかくしたり、武器を作って魔物に対抗したりするのは反対だ。なんで？だから、素材から物を作るっていうのは楽しくないわけじゃないわけでもなくもね。何が言いたいんだよ、お前は。ツンデレなの、どうなの？うん。何が言いたいの？けどよ、今この街にある作業部屋は地味すぎてなんとなくやる気が出ねえんだ。作業部屋、あれ？あれ、スピリンちゃんが設計図書いたんだよ、お前。スピリンちゃんのことディスってんのかよ、お前。何してんだよ。あそこがもっといい感じだったらやる気が起きそうな気もしなくもねえな。お前がやれよ、自分で。アイブ、石の工房に革袋と壁掛け照明、それに、道具屋の壁掛けを置いていい感じに改良してくれよ。どういうこと？そんなのさ、気分次第じゃねえかよ、やる気とかさ。お前のやる気なんて知ったこっちゃねえんだよ。もう、ふざけんなよ、もうさ、なんか魔物が来てもブルブル震えてるだけだしさ、物も作んないし、うろちょろして、口だけは達者なんだな、もう。まあ、言われたからには私やりますよ、もう。馬車馬のごとく働きますって。じゃあ、革袋と照明と道具屋のあれが欲しいですよね。部屋広くしたりとかしなくていいのかな。とりあえず、物もさ、整理したいから、広くしてみようか、ちょっとね。